I think you will understand. Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my loving to you. Kiss FM がお送りしているバンディーズ What's Going On、今回はですね、僕は豊岡に来ております。そしてやってきたのはですね、この豊岡のラジオ局ですね、 FM ジャングル。そしてお話を伺ったのはですね、 FM ジャングルパーソナリティの、佐伯和亜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このね、豊岡っていう街、はい、僕とっても今魅力を感じてるんですが。 ありがとうございます。このね、はい、まあ、城崎とかコウノトリとか、もうその世界的なブランドがいっぱいあるんですが、どんな風に地元の和也さんは思ってらっしゃいますか？いや、もういろんな魅力をこの豊岡にたくさんありますので、はい、ぜひ皆さん実際にこの豊岡に足を運んでいただいて、はい、実際に自分の目で、はい、そして自分の心で、はい、自分の舌で感じていただきたいなと思いますね。はい、僕実はね、今日で豊岡に、ね、はい、取材来るの3回目なんですよ。はい、それでね、すごく今魅了されてるんですけども、地元の人からすると、はい、言ったらまあ城崎とかこうパーツパーツが有名だけど、うん、全体としたらちょっとこれからなのかなって。それはどうですか？そうですね、はい、やっぱり但馬北部となりますこの豊岡市なんですけども、はい、やっぱり豊岡市というよりも城崎温泉の方がちょっと有名ですので、はい、これからね、時間をかけて豊岡市といえば あそこねって言っていただけるような、はい、そういう理解をしていただけるようなことができればなと思います。はい、空港もあります。はい、スキー場もあります、はい、お蕎麦も美味しいと、はい、ここでですね、このままもうこのまま入っていただいてですね、はい、このFMジャングルのね、局長の、はい、佐伯豪介さん、はい、はい、これね、今番組宣伝撮ってるんですよ。これちょっと今頭かけて、この局長からもですね、この豊岡の魅力をですね、このちょっとビデオカメラに向かってよろしくお願いします。はい、はい、豊岡ですけども、はい、このシーズン通して楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひお越しください。はい、はい、ちょっと面白い、面白いですね。面白いですね。それでとですね、この兵庫県のメディアとして、はい、FM ジャングルでこんな放送局だというのもちょっとこのビデオにお願いしたいんですけど、はい、日々楽しくなるように頑張っておりますので、豊岡の情報を、はい、ぜひFM ジャングルを聞いて知ってください。ね、豊岡市って本当にすごいんですよ。城崎温泉行ってみてください。もう世界から注目されてるというのが分かります。それからコウノトリ、これはですね、全世界で初めて、この人間とですね、絶滅種が共生して、そして復活した。そうですね、これすごいですね。画期的ですよね。画期的ですね、はい、であとね、また僕お蕎麦食べて、まだ早くもう閉まっちゃいますよ、早く行かないで、はい、はい、それからですね、卵かけご飯ってどこでも食べれると思ってた違うな、違うな美味しい。はい、それからですね、もう一度驚いたのが、はい、僕らこの電車に払って取材来てるんですけど、飛行機で来るでしょ、取材相手はちょっと安くなるらしいお仕事で来られたら助成金が出るんです。そんなあるって知りませんでしたぜひ飛行機でひとっ飛び、はい、で最後は和也さんからですね、はい、豊岡の魅力をちょっともう一度この方へ、はい、もう四季折々と、はい、楽しいところもいっぱい、そして美味しいものもいっぱい、はい、心もそしてお腹も、はい、もう全て満たされるように満たされる街ですので。大丈夫ですか？ちょっと噛みました、はい、満たされる街ですので、はい、ぜひ皆さん実際に足を運んでいただいて、はい、この豊岡を満喫していただきたいと思います。 FM ジャングルのね、ラジオもね、これ今サイマル放送っていうのがあるので、はい、どこでも聞けますんでね、はい、ぜひこちらの方ではちょっとこの番組の方の宣伝もしていただきたいと思います。はい、FM ジャングルでは、はい、もうリアルタイムにこの豊岡の情報を盛りだくさんで皆さんにお送りしておりますので、はい、朝昼夕と生放送しております、はいはい、ぜひそちらでチェックしてください。はい、ということで魅力満載の豊岡市と、そしてこの魅力的な人々のいる FM ジャングルからお送りしました。お楽しみに。For you, heart, heart, gift for you, heart, heart.
everything, oh my love. I will send to you for you, my everything, oh my love.